皆さんこんにちは、鉄道写真家の中井誠也です。今日はですね、この播磨屋橋、ね、もう高知にやってまいりました。この GX7 というカメラを使ってですね、土佐電鉄というですね、この高知を走る路面電車を撮ろうと思っています。どんな写真が撮れるのか楽しみです。あれでも可愛い電車だな、短くて。ここはあの路面電車なんですけど、結構田んぼの中を走るシーンを見つけたので、この田んぼを前ボケさせて撮るということでですね、 25mm の F1.4 開放値の明るいレンズで撮ります。ここは低くなるんですけど、僕パッと見分かんないんですけど、お腹が出てるんで、この上から覗けるこのファインダーがですね、非常に便利ですね。ここにね、ヒガンバナが咲いてて、奥からね、向こうから列車が来るんですけど、まあヒガンバナを前ボケさせて列車を撮りたいと、これ望遠鏡で撮るんですけど、まあ、そういう時ですね、フォーカスポイントが自由にね、動かせるということで、まあ、コントラスト AF なんでですね、画面の隅まで、フォーカスポイントを持っていけるんですけど、まあ、その時にですね、役立つのはこのタッチパッド AF というやつですね。まあ、これ僕今覗いてるとしますね。覗いてる状態で、このね、映ってない画面をこうやって動かすと、ファインダーの中でフォーカスポイントが動くんですね。あ、今動いてますね。それなので、こうやって画面の隅に持っていって撮ると、もうね、手前の彼岸花にピントが合っちゃうことなく撮れるというですね。いや、非常に撮りやすいですね。かなり好感度が良くなったということでですね、ちょっと三脚なしで手持ちで、夜のスナップを楽しんでみたいと思います。で、夜のね、撮影やったんですけれども、僕手持ちで結構撮れてしまいまして、手ブレ補正のね、 OIS だけじゃなくて、それがないレンズもカメラ内に手ブレ補正がありますし、高感度も綺麗だったんで、いやー、ちょっと楽しく撮影できましたね。今日はですね、土佐電鉄撮影してるわけですけれども、ね、可愛い電車でしょ、真っ赤なね、可愛い電車ですけれども、まあ、こうやってね、可愛い電車だとどうしてもね、鉄道の車両ばっかり見てしまいますけど、まあ、そうじゃなくてですね、鉄道の車両と、あと街の様子とか、まあ、乗客とかですね、あと、まあ、沿線に咲いてるね、お花とか、そういうものと絡めてですね、撮ってあげるといいかなと思います。自動車検査は西川さん。
やってまいりました。ここがこの路線の、ね、終点ということで、このね GX7、結論から言うととってもね撮りやすいカメラでしてね、とにかくですねこういう、鉄道を舞台にしたスナップっていうのはこう何が出てくるかわからないような状態なので、ね、このタッチパッド映像を始めてですね、非常にこう瞬間的にね出てくる被写体に対応ができたっていうのがねやっぱり本当にいいカメラだなと思いました。あとまたレンズもねこれ今車内撮ってきた 7mm、マイクロフォーサーズなのでも 14mm という、ね、超広角になりますし、100から 300mm の、ね、小さいズームレンズで 600mm まで、ね、手ブレ補正付きで撮れちゃう。こういうちっちゃいカマン一つで 14mm から 600mm まで、ね、高画質で撮れるっていうのは本当に強いなと思いましたね。